卓球の国際大会 WTT シンガポールスマッシュは14日に女子シングルス3回戦が行われ世界ランキング17位の張本美和木下グループ和同1位のソン・エサ中国にストレート負けを喫し8強入りを逃した中国メディアは実力にはやはり差があるとしながらも真剣に対応していく必要があるなどとマークを怠らないよう忠告している張本にとって 先月の世界卓球団体戦決勝の1番手で出場して敗れた孫英里とのリベンジマッチ。しかし、第1ゲームは序盤からの連続失点で2対11と落とし、第2ゲームはミドルへのボールが効いてデュースまで持ち込んだが10から12と競り負けた。第3ゲームはバックハンドで左右に散らし、最後は右ストレートにスマッシュを叩き込んでリードするシーンもあったが。 最後は相手の鋭いサーブに屈して8-11。悔しいストレート負けとなった。これには中国版 SNS、ウェイボーなどに、孫エイシャーが強大な実力、安定したメンタル、出色の技術を見せて、完全に相手を威圧した、第2ゲーム、第3ゲームは張本美和に力を見せる機会を与えたが、その上でいずれのゲームもしっかりと勝った。孫エイシャーはメンタルが安定している。 大胆でありながら、細やか、など、孫英社の順当勝ちを称える声が。一方で、0対3の差は張本美和の実力を完全には表していない。孫英社は経験豊富で、肝心なところでプレッシャーに打ち勝ち、見事に試合に勝ったけれど、他の中国選手だったら、張本美和に勝てたとは限らない。張本美和はまだ15歳で、未来は明るい。成長し、 経験を積んだら、中国卓球の最大の対戦相手の一人になるに違いないと張本への期待と脅威が入り交じったコメントも見受けられた。